皆さん、こんにちは。今回は余命宣告の噂が立ったことのある芸能人たちをご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。芸能人の名前をネットで検索すると、名前とともに病気、余命などというワードが浮上してくることがあります。特別好きな芸能人でなくても知っている方であれば心配になるワードですよね。余命宣告をされたという噂の裏には何があったのでしょうか。一人一人見ていきましょう。芸能人がテレビで見かけなくなると、病気ではないかとか死亡説が出回ることがあります。柳信夫さんも最近見かけなくなったということを受けて、ネット上では死亡説が流れたこともあります。そしてこともあろうことか、天下の日本テレビが柳信夫さんを個人扱いしていたこともありました。事務所側も猛抗議するのは当然のことです。では日本テレビでなぜ柳信夫さんが個人扱いされたのでしょうか。柳信夫さんの死亡説が話題となったのは、爆笑問題が MC を務める爆報ザ・フライデー2015年12月25日に放送された内容からでした。タイトルは、あの事件の主役は今、代々大追求スペシャルです。番組内で柳信夫さん出演の映画日輪の遺産が紹介されました。死期間近の老人役を熱演しているのですが、演技がリアルすぎたことから、ネット上では柳信夫さんが心不全で亡くなったという死亡説が広がったのです。番組では東映株式会社に赴き、本社前で当時80歳の柳信夫さんを紹介しました。そしてそこから柳信夫さんの原点とも言うべき銀座を散策しています。また手慣れた手つきで料理を披露したり、元気の秘訣はミネストローネとも話していたりと、元気であることをアピールしていました。それにしても迫真の演技とはいえ、映画出演によって死亡説が流れるものなのでしょうか。柳信夫さんからすると役者冥利に尽きるのかもしれません。ライブドアニュースによると、柳信夫さんが個人扱いされたことの発端は、2016年6月の超頭脳トレードというバラエティ番組内での出来事でした。柳信夫さんといえば、救済青汁の CM が有名です。商品の売り上げが伸びた例として紹介された青汁の CM に、故柳信夫とテロップが表記されたといいます。放送中から、死んでないよねとネット上がざわつき始めたとのことです。先ほどにもある通り、死亡説が流れたことのある柳信夫さんですから、本人もびっくりしたことでしょう。柳信夫さんの事務所は激怒し、やらせ疑惑まで浮上しました。柳信夫さんの個人扱いに、事務所とすれば怒りをあらわにするのは当然です。前の年には日テレ番組やイベントに出演していますし、テロップが表記された年の5月にも岡山で仕事をしていたといいます。柳信夫さんの所属する悪役商会のホームページでは、急遽柳は健在で俳優として活動していますとのコメント掲載を余儀なくされたのです。また番組のミスが分かったのは放送後のことで、複数のメールが届いて知ったとのことでした。あまりにずさんと言えるミスです。個人という誤った認識が広まると仕事にも大きな影響が出るし、勝手に個人にされて失礼極まりなく許しがたいと、悪役紹介の担当者も怒りが収まりませんでした。日テレ側では、柳信夫さんの母親の死亡記事を見て勘違いしたと説明しています。自分はこれまで1300回以上殺されてきたけど、こんな形で殺されるとはと本人も戸惑いを隠せませんでした。記者が近況を聞くところによると、この時映画の監督、脚本、主演映画「親父の釜飯と網掛けのセーター」の撮影真っ只中でもあったそうです。人の生死に関わる大問題を確認もせず安易に表示してしまったことは、メディアとしてあってはならないことというほかありません。そしてこの件については続きがあります。広告効果特集での誤報だったことで、掲示板サイトに「青汁が売れたらやらせだ」などの書き込みがあったのです。死亡したかのような誤報、やらせ疑惑にまで発展し、柳信夫さんとしても忘れることのできない苦いエピソードとなりました。先ほども触れました、2020年1月に出演した「徹子の部屋」で16年前に大腸がんの手術をしていたことを明かしています。柳信夫さんは闘病生活の中、準備万端、いつ舞台で倒れても良いように後輩へ段取りを覚えさせたそうです。
今も生きながらえているとも語っていました。 TBS 名医のザ太鼓判では、青ちくみさんと一緒に受けた人間ドックの結果が放送されました。奥様の青ちくみさんは、女性の平均寿命87歳まで生きるという診断だった一方、相川翔さんは余命11年との診断が下されました。原因は肺に穴が開いているというものでした。1日に15から20本のタバコを吸っている相川翔さん、肺が3箇所も溶け出しており、 COPD と告げられました。これにより考えられる症状として2つ考えられるそうです。1つ目は心筋梗塞の可能性です。悪玉コレステロール値が高く、動脈硬化などの恐れがあるとのことでした。2つ目は筋力低下の可能性です。運動不足のため、足の筋力が現在70歳相当だとの診断でした。また大腸に6ミリのポリープが見つかっていました。これは奥様の青ちくみさんにも発覚しており、時間が経つと癌になる可能性があるので緊急切除手術を行いました。番組では余命宣告といっても、検査結果を放置し生活を続けた最悪の場合の年数と補足しています。しかし早期に発見できたことはとても素晴らしいことです。ところで、青ちくみさんと相川翔さんには、昨今芸能人にも蔓延している薬物問題が噂されたことがあるそうですが、そういった心配はまずないと言ってよいでしょう。たまたま噂されただけであり、そういった薬物の問題とは程遠いところで生活しているので問題ないと思われます。2020年10月6日放送の日本テレビザ世界仰天ニュース4時間 SP に林葉直子さんは VTR 出演しました。余命1年の診断を受けてからの奇跡の復活までについて語る場面がありました。かつてテレビや CM などにも多数出演し、順風満帆な人生を送っていたのですが、その頃から酒の味を覚えるようになったといいます。特にアルコール度数の高いものを好み、テキーラを一晩で一本開けることもあったといいます。1995年に将棋界を引退し、不倫騒動で世間を騒がせた後、36歳の頃から体に異変が起こるようになったといいます。引退後の林葉直子さんは執筆活動で生計を立てており、書き始めた少女小説がヒットします。漫画の原作も手掛けるようになり、累計200万部を売り上げる作品もあったそうです。しかしアイデアに行き詰まると酒に頼るようになり、苦手なシーンでも飲酒すればスラスラ書けたといいます。そんな折、林葉直子さんを襲ったのは深夜の激痛でした。夜中に足がつるなど体に異常が見られるようになったが放置していたといいます。そんな日々を送っている中、母から一本の電話が入り、長く患っていた父が亡くなったことが知らされました。悲しみに暮れる中、なんと父が1億円以上の借金を残していることが判明したのです。結局林葉直子さんが選んだのは自己破産でした。貯金もほとんどなくなり、かつての華やかな暮らしぶりとは打って変わって500円以下の弁当を食べるような生活になったといいます。そんな中でも酒を飲むことはやめられず、安くてアルコール度数の強い酒を求めるようになったそうです。とうとう体は限界を迎え、深夜の足の痛みは骨折したかのような激痛を伴い紫色に変色します。腹水もたまり、まるで妊婦のような体型になっていきました。重い腰を上げて病院に向かい、診断された病名はアルコール性肝硬変でした。大量にアルコールを飲み続けた結果、肝細胞が破壊され機能を失った状態になっていたといいます。壮絶な闘病生活が始まり、なんと体重は38キロまで減少します。医師からも余命1年を宣告されたそうです。どん底にいた林葉直子さんを救ったものは何だったのでしょうか。番組では林葉直子さんに当時のことについてインタビューしています。死んじゃった方が楽って感じで、あと1年ねってくらいにしか思っていなかったんですと言いますが、復活のきっかけになった意外な人物が明かされました。でも藤井くんの活躍をきっかけに将棋を見るようになったら、将棋が好きだとよく気がつきましたと、若き天才棋士の奮闘に勇気をもらったというのです。林葉直子さんは独自の食事制限で減塩を徹底し、医師も驚くほどの回復を見せ、昨年には将棋イベントに参加できるようにまでなったそうです。アマチュアの人とかみんな参加できて、
誰もが参加できる棋戦みたいなものがあれば楽しいと思いますと、誰もが参加できる大会を作ることが夢だと笑顔で語っていました。俳優の佐野史郎さんが6月29日自身の公式 SNS を更新し、緊急入院したことを報告しました。2021年に血液がんの一種である多発性骨髄腫を患い、抗がん剤治療を行ったことを告白していた佐野史郎さん。今回の投稿では、この度急性腎障害で入院することとなりました、10日ほどの入院となるようですと報告していました。そんな佐野史郎さんなんですが、一昨年入院した時も腎機能障害から多発性骨髄腫が発覚し、ですがそちらは現在は寛解し、維持療法を続けて順調に過ごしていたところでした。今回は再発の可能性は考えにくいとのことです。再発予防の維持療法の薬剤の副作用の可能性などを詳しく検査するための検査入院ですと言い、治療のための入院ではないと説明しました。続けて、その間のお仕事をお断りしなければならず、各方面に多大なるご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解とご容赦のほどよろしくお願いいたしますと伝え、沈黙の臓器腎臓には負担をかけないよう今後気をつけて過ごさねばなりません、これから先仕事に支障が出ないよう心して臨み、体をいたわりつつ着実に取り組んでまいりたいと存じますと記しています。なお同時に更新したツイッターでは、緊急入院につき6月30日に出演予定の文化大竹誠ゴールデンラジオ渋谷ロフト9佐伯健三のコアトーク97、7月2日日本放送爆笑問題の日曜サンデー、7月9日松阪市でのおすやす次郎生誕120周年記念のトークイベントは出演かなわず、何卒お許しくださいと出演予定だった番組の欠席について伝えています。2022年、 TBSK リコカツにて北川景子さんの父親役を熱演していた佐野史郎さん、なんと中田くるみさんとゴルフ場で出会い、ボーリングデートで無夫婦な関係かという世のお父さんが心の底では羨んでいそうな役所でしたね。けれども第3話終了後アナウンスされたのは佐野史郎さんの降板でした。39度の高熱にうなされ、新型コロナも疑われた中で PCR 検査も行ったそうですが、こちらは陰性とのことです。ただ決して一安心とは言えません。関係者からも、あの佐野史郎さんが降板を選択するほどだからよほどのことだろうと心配の声が上がっていました。事実佐野史郎さんは医師曰く、放っておけば死に至るほど重篤だったのです。これ以上の佐野史郎さんの事務所側などからの発表はないのですが、一般的に腎機能障害で腎臓の働きが3割以下に低下すると腎不全となるそうですね。撮影中は元気そうだったとのことですから、なんとか改善も見込める急性腎不全であることを願いたいところです。ただその中において佐野史郎さんが残したコメントに役者魂を感じさせます。高い演技力と愛らしい顔立ちで人気を博した俳優の大谷直子さん、輝かしい活動ばかりが注目を集めていますが、実は壮絶な闘病生活を経験しており、なんと余命宣告をされているほどだったことはあまり世間には知られていません。2007年に患った大病により俳優業を休止せざるを得なかった大谷直子さん、この時発症したのは悪性リンパ腫でした。背中が痛んだことから病院で検査を受けると圧迫骨折と判明しました。そして医師の指示により大学病院で精密検査を受けると入院することになるのです。その後の病理検査の結果、悪性リンパ腫であることが発覚します。背骨の圧迫骨折もがん細胞が骨に転移したことが原因だったそうです。腫瘍により内臓も圧迫され潰れたような状態だったそうで、そのため子供たちには余命3ヶ月と告げられていたのだそうです。他のがんとは異なり、悪性リンパ腫は外科手術ができません。4種類の抗がん剤と新開発の抗体薬を併用しての治療が行われました。1ヶ月に及ぶ入院生活を終え、退院した後も3週間ごとに通院し治療を継続していたそうです。
幸いにも薬が効いたことから半年で治療を終えることができたといいます。その後再発したという情報はありませんので寛解したと言えるでしょう。悪性リンパ腫を克服して俳優業に復帰した大谷直子さん、同じ病に苦しむ方々にとって大きな希望となっていることは間違いありません。ただ抗がん剤治療を行う上で切っても切り離せないのが副作用でしょう。ドラマや映画等で抗がん剤治療を行う患者が脱毛や嘔吐に悩まされる姿を目にしたことがある人は多いはずです。大谷直子さんも抗がん剤治療を行う前に丸坊主にしたそうです。長い髪の毛が抜けるとどうしても痛々しい印象となってしまいます。そういった精神面でのダメージを和らげるためにそのような判断をし、少しでも痛々しさを軽減するために丸坊主にしたのでしょう。また食事も喉を通らなかったのか体重は33キロまで減少したといいます。当時はまるで骸骨のように痩せこけた姿となってしまったそうです。大谷直子さんの身長は154センチメートルなので平均体重は52から55キログラムのところ33キロほどにまで体重が落ち込んだので平均体重よりも20キロ以上も軽くなってしまったことになります。ここまでの当時の様子を見ていくと、医師が余命3ヶ月と診断したのも無理はありません。もしかするとそのような状態から完治して俳優業に復帰したことは奇跡のような出来事なのかもしれません。きっと大谷直子さんも生きる喜びを日々痛感していることでしょう。1985年に松田聖子さんと結婚しましたが1997年に離婚しました。その後2021年12月18日に娘の神田沙也加さんを亡くしています。神田沙也加さんは35歳という若さでした。神田正輝さんの体調に変化が見られているのはそれからだと思います。そのためそりゃ沙也加ちゃんがあんな形で亡くなったんだもん、娘を亡くしたお父さんの悲しみの深さは計り知れない、沙也加さんの心痛とかいろいろあったからかな、心配、神田正輝何かのご病気なのかな、ほんと無理しないでほしい、最初は老けたのかなって思ってたんだけど、それにしてもこの痩せ方は尋常じゃないよ、がんとかじゃないよね、このまま引退するのかな、などと心配の声がネットで上がっています。現時点では神田沙也加さんから病気や引退の報告はありませんが、神田沙也加さんが亡くなってから1年半もの間気丈に振る舞っていました。沙也加さんの訃報から1週間後となる12月25日、神田さんはいつも通り旅サラダに出演し、いつも僕はみんなを守る立場、今日は守られているような雰囲気あるな、ありがとうございます、僕は元気ですよとコメントし、また試食コーナーでは久々にちゃんとしたご飯食べたんだけど旅サラダに来てよかった、ご飯食べられたと話していました。神田さんは沙也加さんの死後も旅サラダを一度も休んでいません。番組は生放送だけに撮り直しもできませんから、沙也加さんが亡くなって初めての12月25日放送会に欠席するという選択肢もあったそうですが、神田さんは出席を決意しています。あまり心配をかけたくないというスタッフや共演者に対する神田さんなりの気遣いだったのでしょう。また沙也加さんが亡くなってから3ヶ月後、大阪で旅サラダの番組イベントが行われましたが、こちらにも神田さんは出席しています。俳優業も当初から休まないという方針でした。神田さんは芸能活動と並行して沙也加さんのお墓のこともどの方法が一番いいのかを親身になって考えていたといいます。神田さんのお母さんのお墓は東京新宿にありますが、こちらに沙也加さんを埋葬すると聖子さんがお参りの時に遠慮してしまうのではと神田さんは考えたそうです。一方聖子さんも現在の夫 A さん一族のお墓では神田さんが訪ねづらいのではと思案していたといいます。結果的に聖子さんが生まれた久留米にほど近い福岡県柳川市に聖子さんのご実家の菩提寺があるため、そこにお墓を建立する計画を立てていたと聞いています。そうして神田さんにとっても聖子さんにとっても気兼ねなく家族で沙也加さんを弔えるようにしたといいます。何はともあれ激痩せががんやその他病気でないことを祈るばかりです。ネット上では布施宏さんの名前とともに病気や死亡というキーワードが見受けられます。
そうした病気説がささやかれるきっかけとなったのは、TBS の情報番組、今夜は駆け込みドクターなど、芸能人の健康診断をするいくつかの番組のようです。実際、番組の企画で健康診断を受けた布施宏さんの結果は、共演者や視聴者を騒然とさせるレベルでした。指摘されたのは、肝機能障害に大腸ポリープ、隠れ脳梗塞、さらには慢性閉塞性肺疾患の疑いまであったといいます。その結果、当時間もなく60代に入る布施宏さんの余命診断は66歳と判定されました。この不健康な状況の原因が多量の飲酒や喫煙習慣にあるのは、布施宏さん自身も認めるところだったのでしょう。健康診断後には、酒もタバコもやめるとコメントを残していました。トレンディドラマの俳優としてもてはやされたのは過去の話であり、浮気や酒癖の悪さ、小村弘さんとの泥沼離婚などですっかりイメージが低下してしまった布施宏さん。近年は俳優としての活動ではなく、バラエティ番組での暴露話ばかりが注目されていました。しかし、過去に TBS 爆報ザ・フライデーに登場した布施宏さんは、アルツハイマー型認知症を患う実母の介護に追われ、奥様の井上和子さんと日々奮闘をしている様子を公表しました。生活を共にするために今の自宅へ引っ越した結果、急激な環境変化によって認知症が悪化してしまった母は、徘徊もしているそうです。ドッグフードはお母さんのお菓子じゃないよと実の母に話しかける布施宏さんの姿は切なく印象的でした。かたや1日に 1.5 リットルの水を摂取することで認知症が緩和され、記憶が少し戻ったという嬉しいエピソードも紹介していた布施宏夫婦。奥様の井上和子さんも、施設には預けないと語っていたので、しばらくは夫婦二人で介護に勤しむこととなるでしょう。患う人も多い認知症の介護の現状を発信してくれれば、認知症や介護についての世間の理解が深まっていくはずです。健康に気を配って介護を続けながらも、ブログに、また楽しい芝居作るぞと綴っているように、仕事も両立させて見応えのある舞台作品を生み出していってほしいと思います。ただ、そんな布施宏さんも、病気が深刻で足を引きずっているのではないか、現在が老けたなどと話題になっています。布施宏さんは以前ゲスト出演した名医の座太鼓判という番組にて、脊柱管狭窄症という病気であることが分かったようです。そして、この病気が足を引きずるほどの重症ではないかと言われています。あまり聞き慣れない脊柱管狭窄症とは一体どんな病気なのでしょうか。この病気について少し調べてみました。脊柱管狭窄症とは、背骨の中の神経の通り道、脊柱管が首や腰の部分で狭くなり、中を通る神経が圧迫されてしびれや痛みが生じる病気です。腰で起こると腰痛や下半身のしびれや痛みが起こるそうです。原因は、加齢により背骨が変形したり、脊柱管の中にある靭帯が厚くなったりすることのようです。また、脊柱管狭窄症は間欠跛行という、長く歩くと腰痛や足のしびれや痛みが出て歩けなくなるものの、少し休むと回復してまた歩けるようになる症状があるらしく、60歳以上の方が発症しやすいようです。この治療は、血行改善薬や鎮痛剤でコントロールしながら、運動療法やコルセット療法、神経ブロックなどが行われるそうです。そして、噂にあった足を引きずるほどの重症と言われる画像があり、泥酔状態の布施宏さんが写っていました。これは、お酒を飲むと体中の力が抜けてコントロールできない状態にまでなってしまうそうです。さらに、滑舌の悪さもこの病気が関係していると言われています。どちらも酔っ払った時の症状と同じなので、お酒好きの布施宏さんはなかなか病気だと発覚しづらかったのかもしれません。トンボや乾杯といった今でも歌い継がれる名曲の数々を世に送り出してきた長渕剛さん、その体調が非常に心配されています。2019年12月24日、世間はクリスマスムードでいっぱいですが、そんな中で歌手の長渕剛さんが緊急入院していました。一体どんな病気になってしまったのでしょうか。この時、長渕剛さんが入院することとなってしまった理由は、
急性腎盂腎炎という病気のせいでした。どのような人がこの病気になってしまうのでしょうか。長渕剛さんは体をとても鍛えていることは有名です。なぜ病気になってしまったのでしょうか。どういった病院に搬送されたのかが気になりますが、ある情報によれば余命宣告を受けたという話まで出てきました。まず、はじめに長渕剛さんが搬送された病院はどこなのか、急性腎盂腎炎という病気がどんなもので入院に至る経緯について調べてみました。今回の一件で控えていたツアーもキャンセルになってしまったといいます。長渕剛さんは、東京都世田谷区の深沢というところに住んでいるという情報があるのですが、普通は自宅近くの大きな信頼のおける病院に入院される可能性が高いでしょう。緊急搬送された先の病院となると、その時入院するためのベッドが空いている病院となるため、都内は大きな病院が多く、どこに搬送されたかまでは分かりません。ただ緊急搬送されてから入院は別の病院に移る可能性もあります。長渕剛さんの自宅がある世田谷区の近くで大きい病院といえば、東邦大学医療センター大橋病院です。これだけ大きな規模の大学病院となると、緊急対応も万全で最初にここに運び込まれた可能性もあります。自宅も近いので、この病院であれば安心でしょう。急性腎盂腎炎とはどんな病気なのでしょうか。腎盂腎炎という病気は、一言で言うと腎臓に細菌が感染してしまう病気のことです。尿というのは腎臓という臓器で作られて、腎臓の中にある腎盂に溜められ、さらに尿管を通って膀胱に溜まるようにできています。ある一定の尿が膀胱に溜まること、尿意を催してトイレに行きたくなるでしょう。この長渕剛さんのかかってしまった急性腎盂腎炎という病気は、この中の尿が通る場所のどこかで細菌が侵入してしまう病気なのです。このことを尿路感染というのですが、細菌の感染する部位によっても症状や病名も変わってきます。腎盂腎炎は上部尿路感染症と言われており、腎盂の中で細菌が繁殖してしまい、腎臓にも炎症が起こってしまう病気のことを言います。この急性腎盂腎炎という病気は、背中や腰に痛みが出たり、高熱や膀胱炎症状といった症状が出たりすることが一般的ですが、かなりの痛さだったことが想像できます。また尿路感染した細菌が血液を介して全身に回ってしまうと、最悪命に関わる可能性のある恐ろしい病気です。ただし、今回のように緊急入院して治療に入ることができれば、特段命に関わるほどではない可能性が高いので、余命宣告を受けたという話はただの噂話に過ぎないでしょう。基本的には経口でお薬を飲めば良くなると言われている病気ですので、体の異変に気づいて早急に対応したことは良い選択でした。尿路感染というのが気になるところで、何か陰部に関わる悪いことでもしていたのではないかと疑いたくなってしまいます。尿路感染症は、私たちの腸内にいる大腸菌などの細菌が尿の出る場所から尿の通る経路に入ることで起こります。尿道や膀胱の中で感染がとどまっていると、尿道炎や膀胱炎を起こし、細菌が腎臓まで侵入すると尿管炎や腎盂腎炎を起こします。尿路感染症になった経緯は別として、何より命に別状はなさそうということで、ほっと一安心です。長渕剛さんが2019年クリスマスの緊急入院により控えていたライブツアーも中止となってしまったようです。今現在も歌手活動を続けており、本当にエネルギッシュでまだまだ現役といった感じです。この時のように突発性の病気にはなってしまったものの、体のことは誰よりも気遣いメンテナンスしていることは間違いありません。長渕剛さん本人もツアーを楽しみにしていたファンに申し訳ないと残念な気持ちをあらわにしています。今回長渕剛さんが急性腎盂腎炎となってしまったその原因と理由ですが、年齢からくる体の免疫力の低下や体調不良などが考えられます。陰部を清潔に保つ必要があるという理由で女性関係による感染なのかと疑う人がいますが、それは関係ないと言われています。原因としては腎結石や尿管結石などの結石、尿管狭窄などによる水腎症などが考えられます。結石に伴う感染の可能性が高いということですが、原因不明なことも多いです。長渕剛さんは当時62歳という年齢でありながら、
一般的な62歳の方よりもだいぶ忙しい生活をしているはずなので、体を鍛えているとはいえど何かしらの不調で感染してしまったということは考えられそうです。通常は激しい症状は4から7日ほどで治ると言われている急性腎盂腎炎ですが、治療は再発とならないよう1から2週間にわたり行われます。基本的に手術などするような病気ではないですが、絶対安静で入院していなければなりません。治療が完了したとしても再発を防止するために退院から1から2週間後に検査をして、問題なければ晴れて完治ということになるようです。ドラマ渡る世間は鬼ばかりで好楽の店員役を演じた中島翔子さんは、現在アメリカ人の旦那さんとニューヨークで悠々自適生活を送っています。中島翔子さんは1966年5月7日生まれ、東京都葛飾区柴又の出身です。身長167センチメートル、体重は最大時107キログラムでした。女優デビューは1983年のテレビドラマの不揃いのリンゴたちでした。この後いろいろなドラマや映画に出演されますが、やはり渡る世間は鬼ばかりが頭に浮かぶ人が多いのではないでしょうか。そんな中島翔子さんを検索してみると、余命10年という検索ワードが見つかります。かつて病気をしたことがあったのかなと思い調べてみると、中島翔子さん自身が余命10年の宣告をされたのではなく、2022年3月4日に公開された映画余命10年に出演したことがあるからだということが分かりました。ですので中島翔子さんが病気になったり余命宣告を受けたりしたことはなく、デイビッド・バークマンさんを含めて心身ともに健康です。中島翔子さんとデイビッド・バークマンさんは結婚10周年を迎えた2011年にニューヨーク市内で自宅を購入しました。かねてからニューヨークで家を購入することが夢だった中島翔子さんは涙が出るほど嬉しかったそうです。購入したのは1910年に建てられた古いアパートで、少しずつリノベーションをしながら住み心地の良い家にしていきました。その物件にはたくさんのミュージシャンが住んでいるため、一緒にセッションを行ったりもしているそうです。尾上右近さんのお兄さんが病気で余命宣告を受けたという話があるのですが、本当なのでしょうか。尾上右近さんには清本隆弘さんというお兄さんがいます。実は今でこそ元気なお兄さんは数年前に病気を患っていた過去があります。その病名は粘液性脂肪肉腫。その時余命が3ヶ月と宣告されていたそうです。当時弟である尾上右近さんは当時17歳でした。お兄さんももちろんですが、尾上右近さんもとても辛かったことと思います。幸いお兄さんには転移などもなく、その後復帰し三味線方として活躍されています。尾上右近さんもお兄さんとはとても仲が良いと公言しています。以前『徹子の部屋』に一緒に出演もしたことがあるほどです。牧村美恵子さんはどのような歌手なのか知らない人もいるのではないでしょうか。1980年代前後に大ヒット曲を多数出し、1981年から1984年まで4年連続 NHK の紅白歌合戦にも出場した演歌歌手です。ところが1990年初頭まで順調だった歌手活動に陰りが見え始めました。正念場を迎えていた牧村美恵子さんですが、新たな不運が襲ってきます。1997年2月牧村美恵子さんを襲った悲劇は最愛の父親の死でした。喪失感のあまり何のために頑張ればいいのかわからなくなったという牧村美恵子さんは、一日中酒を浴びるように飲み続け、アルコール依存が進みました。初めて病院へ行った時には体重が35キログラムまで激減していたと当時のことを振り返っています。2013年6月、ある番組に出演し辛かった過去について告白しています。なんと牧村美恵子さんは一時は医師から余命5年を宣告されたほど重い病気に侵されていました。2002年頃に発症したという牧村美恵子さんの病名は肝硬変と食道静脈瘤というものです。原因はおびただしい飲酒量だったと述べています。牧村美恵子さんは2002年の病気発覚から約2年の闘病生活を経て、2004年に歌手活動を再開しました。牧村美恵子さんの病気は完治したわけではありませんが、
復帰から2018年までに6枚のシングルを発表しています。重度の肝硬変を患っていた当時は、死の恐怖を感じるどころか、あと5年も生きなきゃいけないのかとさえ思ったといいます。そんな牧村美恵子さんを救ったのは、小林幸子さん、山本譲二さん、細川隆さん、北島三郎さんらが送った一本のメッセージテープだったそうです。負けちゃいけないよ、歌いたい時に歌えばいいとの言葉に、もう一度仲間のところに戻りたいとの思いを抱くようになります。そんな時、牧村美恵子さんのもとに父親の遺品が届きました。その中には、牧村美恵子さんの全リリース作品が一曲につき何枚もあったといいます。それを見た牧村美恵子さんは、生きて父親のために歌うため一切の酒を断ち、闘病への決意を固めたそうです。その頃、あと5年生きないとダメなら痩せ細った顔や身体を元に戻し、徹子の部屋に出ることを目標にしたとのことです。2016年7月27日に牧村美恵子さんは念願の徹子の部屋に出演し、目標を一つ達成しています。そして牧村美恵子さんは演歌仲間や亡き父親の深い愛に支えられ、見事ステージに返り咲きました。牧村美恵子さんはかなりの経歴を持つ演歌歌手であるにもかかわらず、キャンペーンで歌う時にはファンが共に口ずさんでくれるのが至上の喜びなのだそうです。古風なほどに真面目で愛情深い牧村美恵子さんは、友人たちとは手紙のやり取りで丁寧に気持ちを伝え合うとも言います。特に絶望期から救ってくれた小林幸子さんとは、遊び心のある手紙交換を楽しんでいるのだそうです。いつでも笑顔を絶やさない秋元順子さんですが、過去には病気や怪我に悩まされました。二人目を産んですぐ働き始めたので、原因不明の高熱がその年の夏に出たそうです。女性の方ならどなたでもなる可能性のある子宮筋腫では、赤ちゃんの頭ぐらいの大きさのものも取ったそうです。3日遅れたらあなたは死んでいましたと医師に宣告されるほど大きかったそうです。かつて歌手と兼業で経営していた青果店の仕事で無理をして両アキレス腱を切ったこともありました。働き詰めで足の筋とかが全部張り切っている時に、スツールに乗って高いところのものを取ろうとしたらこけてしまったんですと当時の様子を振り返っています。病院に行くと即日手術が決定し、歌手としての代役の手配やキャンセルの電話に追われたといいます。そんな経験があるからこそ、自身の体に人一倍気を使うのだそうです。ただし、実践している健康法は誰でも真似できるものだそうです。大声で笑って免疫力を上げること、15分から30分程度散歩しながら太陽を浴び、たっぷり睡眠をとること、適度なストレッチ運動と、ゆったりとお湯に浸かること、また老化防止には好きなことをやって脳を働かせることが重要だと力説していました。大脳の前頭葉を発達させるには、お料理することと本を読むことだといいます。前頭葉をしっかり働かせていないと老化が早いのだそうです。料理は作るだけでなく食べることも大切だと述べています。大豆製品、わかめや昆布のほか、ニンニクと生姜が体にいいといいます。極めつきは温泉ヨーグルトだそうです。匂いが気になる方は蒸す、もしくは熱湯の中に30から60秒くらい落とすと強い香りが取れるそうです。秋元順子さんは手作りのニンニクの醤油漬けを2年半作って毎日食べているそうで、元気なのだといいます。ヨーグルトは温かいと体の中に入ってすぐ腸内環境を整えることができるのだそうです。そして食後約2時間後には腹式呼吸を実践するといいます。おへそから指3本下ぐらいの丹田に力を入れて、ゆっくり5秒ぐらい息を吸い2秒止めます。そして丹田に力を入れたまま10秒で吐き出します。これらの健康法を独自で考案し実践しているそうです。和田アキ子さんは2020年3月2日 TBS で放送された名医の座太鼓版春の芸能人余命宣告史上最悪3時間スペシャルに出演した際、余命9年を宣告されました。過去に声帯ポリープ手術、椎間板ヘルニア、子宮全摘手術、
交通事故での右足骨折など多くの病魔アクシデントを経験してきた和田明子さんは、まず苦しんできた首の痛みについて脊柱管狭窄症との診断を受けました。原因は加齢で脊柱管が圧迫されているといいます。また大腸の内視鏡検査を受けたところ見つかったのは3ミリほどのポリープでした。医師たちが切除するか様子見するかと聞くと、和田明子さんはじゃあ様子見でと即答しています。切除の場合は3日間飲酒できないため、緊急の手術を避けたことに共演していた事務所の後輩山瀬真美さんも、まさか酒飲めないからポリープをしかとするとはと呆れ果てていました。出演した医師たちが和田明子さんに下した診断は余命9年というものでした。最大の問題が血管の老化ということで、医師は動脈硬化があちこちで見られました。心臓から出ている太い血管や大動脈にも石灰化が起きていますと指摘しています。10年前までの習慣だった喫煙が原因ではないかと推測しました。さらに肺の一部が溶けていますとも指摘したのです。 COPD 慢性閉塞性肺疾患と診断され、息切れやひどくなると呼吸困難の症状も出てきますとしました。これらの厳しい診断に和田明子さんはもうドキドキして泣きそうなんですけど大丈夫ですかとぽつりとつぶやきます。寿命も女性の平均年齢87歳を9歳下回る78歳とされ、がっくりと肩を落としていました。現在元貴乃花親方花田浩二さんをネット検索すると、病気病名がん余命という言葉も出てきます。貴乃花親方の各界突然の引退に、もしかしたら健康上の問題もあるのではと危惧する人もいるからだと思われます。貴乃花親方は本当にがんの病気で余命宣告されているほどの状態なのでしょうか。だとしたらとても心配です。各界引退&川野恵子さんと卒婚されましたが、根強いファンは多いですし、まだまだこれから別の世界での活躍が期待される貴乃花親方の健康状態はいかなる状態なのでしょうか。今現在貴乃花親方が何かの疾患を患っているという明確な情報はありません。2018年9月25日に開かれた貴乃花親方の引退会見でも、自らの健康状態について、今の体調は至って健康で元気にやっておりますと言及されています。ですがやはり貴乃花親方の体調を心配する声は消えないようです。その理由は次の通りです。一つ目は引退会見で万が一に言及したことでした。2018年9月25日に開かれた貴乃花親方の引退会見、未だにいろんな憶測が飛び交っていますが、貴乃花親方は日本相撲協会に引退を提出した経緯について次のように述べています。相撲協会から告発状について事実無根だったことにしろと圧力をかけられたことが廃業を決めた一番の理由と話しています。愛弟子だった鷹の岩への傷害事件に関する相撲協会の対応について、真実を隠さないように情報公開すべきと提出した告発状の取り扱いについて納得ができなかったとのことでした。要するに貴乃花親方は相撲協会の腐った体制や不透明さにブチギレして辞めたということになります。引退会見の中で貴乃花親方は数年前から自身の後継者として千賀の浦親方に相談をしていたことも明らかにしました。千賀の浦親方には常日頃から、将来はいつ引退するか分かりませんし弟子たちをお願いしますという話はしていた。私が急に病気や何かで倒れて意識が回復しないとか、そういう状況も含めて後継者は決めておかなければいけないということで、弟子たちにも日頃から指導の中で、もし師匠の私が今日明日例えば命を絶ったり亡くなったりした時でも、教えられた意思は今度は弟子たちがそのまた弟子たちへつなげていく、これが部屋の伝統であると、これは私自身が亡くなった初代貴乃花の師匠から教えられたことでありますのでとしています。二つ目は貴乃花氏の過去の病名病状が原因です。貴乃花親方が急に倒れたといえば、46歳の誕生日を迎えたばかりの2018年8月21日、
秋田県での夏巡業中に突然倒れ、救急車で緊急搬送されたことが実際にありました。審判員として巡業に参加していた貴乃花親方は、回しを巻いた状態で股割りをしていた時に急に心臓を抑えて倒れたということです。その日の秋田は午前中から気温27度を記録する猛暑日でしたので、原因は熱中症だったと言われています。この時、当時まだ妻であった川野恵子さんが病院に駆けつけなかったことでも話題となりました。倒れた原因については、24日に支援者が運営する SNS で、脳や心臓に異常はなく熱中症によるものと公表されました。しかし意識不明になった直後はそのことは判明していませんでした。いくら弟子たちが現地にいたとしても、おかみさんが駆けつけるのが一般的だと思いますと述べています。3つ目は貴乃花親方の明らかな激痩せです。貴乃花親方といえば、一時期激痩せしたこともがんなのではと噂になるきっかけでした。2016年は真夏でも首元ストールを巻いて表情にも色気がなく、自律神経失調症、うつ病を抱えているのではないかと噂されていたこともあります。確かにこの頃は頬がげっそりして顔色も悪く、しかも怪しげでした。修行僧のような異様な風体はとても年相応には見えませんでした。ネット上でも貴乃花親方は癌ではないかと余命を心配する声も多数。やはり激痩せすると一番に疑われる病気は癌のようです。4つ目は貴乃花親方は癌家系だったということです。貴乃花親方の父親である花田満さん2005年5月30日に55歳という若さで口腔底がんのため亡くなっています。また貴乃花親方の叔父にあたる花田勝治さんは2010年9月1日に腎細胞がんで82歳で亡くなっています。現役時代からかなりの酒豪&暴れん坊で知られていました。一概には言えませんが、がんは遺伝性の高い病気とも言われます。また貴乃花親方は相当ストレスを抱えている様子だったということは、あの引退会見を見て誰もが思ったと思います。数ヶ月後に離婚届を提出することはすでに決めていたでしょう。ここまで何かとストレスがたまる生活を送っていたことは想像できます。ストレスもがん細胞を活性化させがんを引き起こす大きな要因になると言われています。このような点でも貴乃花親方は実はがんを患っていたのではないかとも言われていました。いかがだったでしょうか。余命を宣告されるとさすがに自分の生活を見直すようです。まだまだ現役な方にはこれからも健康第一で活躍していってほしいですね。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。